はい、よろしくお願いいたします。奈良市ではですね、買い物難民対策ということで、これまでも移動販売の拡充に取り組んでまいりました。特にあの一昨年ですね、あの奈良市買い物支援ネットワークというものを構築をいたしまして、さまざ、あ、まな事業者の方々やまたあの地域の方、福祉の方、いろんな方入っていただいて、まあ、あの買い物支援をしっかりと面的にやっていこうということを取り組んでおります。まあ,あの特徴としてはですね、えー、まあ,あの税金でこう何か補助金を出して 事業主さんを応援をして。 要は被災産のところを無理やり回ってもらおうという形ではなくて、あのまあある意味税の投入せずに市場原理の中で事業主さんにご協力をいただいて、なるべく特に奈良の東部の中山間地域をですね、くまなく回っていただこうということをあの狙いにしたしております。であのこれまで東部地域についてはですね、あのタとそれからあの月ヶ瀬で取り組んでいたんですが、今回野牛それから大野牛そして東里の3地域でもですね、同じように。 移動販売のネットワークの網が新たにこう広がるということとなりました実際にですねあの2ページというか、売り面にございますけれどもお今回6月28日ですよねあの、まさに今日からスタートなんですが金賞、えー、ストアさん、こちらがあの徳島るというあの名前で移動販売されておりますけれどもその金賞ストアさんとそれから盛京さん、奈良コープさんによってですね取り組みをいたします。まあ、あの地区ごとにどんんな事業所さんが回るのかという ということと曜日や箇所数などには書いております。であのそれぞれ皆さん実店舗をお持ちでございますので、例えばあのその時には荷物として積んでいない商品で欲しいものがあれば、例えば注文したら次の時には持ってきてもらうというようなあのそういうあの割と臨機応変なサービスもまできるようになっております。あの今回のですねあのエリアの拡充に、えー、ちょっと待ってくださいね。少。 はい、今回の分を入れますと、全部で奈良市内では百四十箇所になると、まいうことでございます。えー、まああの街中もですね、あの 例えば車の運転免許を返納された方が買い物に行けない、今までであれば郊外の大型店舗に、車でご自身で買い物などに行かれていたものが難しくなっている、インターネットでの販売もいろいろあるけれども、なかなか身近には使いにくい、まあ、いろんなお声があるように思います。まあ、市としては、ですねあのまずはあの民間の事業者さんの,あの自立的な取り組みを前提として、さらにエリアの拡大を今後も取り組んでいきたいと思っています。でさらにその先とということで申し上げれば あの買い物をするときにその地域の拠点に人が集まるということを捉えて例えばあの身近な相談に乗るとか何か困りごとをお持ちの方には行政の相談窓口をおつなぎをするとかあの振り込め詐欺が増えていればそういう啓発をさせていただくとかあのその買い物という行為を通して人と人もしくは行政もそこに 情報提供などをさせていただくような、そういうあの高,高機能化といいますか、付加価値を生み出していければいいかなというふうに思っておりますあの引き続きあの、買い物支援に力を入れていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします以上でございます。